皆さんおははようでマー,ティーンデのミラクーボーキングタクです、はいプロ野球広島東洋カープ、単年で引退した、単年で惜しまれつつ引退となった今村毅さん、分かりますでしょうか。現役続行のオファーを出したが、何もなかった。2009年春の甲,甲子園、まン、あ、バで優勝に導き、ドラフト1位で広島入団、まず2軍で体作り、主に中継ぎとして活躍しております。 まあ、2012年頃、本当にすごいですね。16年から18年、リーグ3連覇を支えた名投手であり、まあ、本当にホールド数、驚異的ですごいです。変化球が多彩で、まあ、ストレート、本当に威力ある投手でございます。はい。お疲れ様でした。以上です。バイバイ。